シヒひげ虫科は、甲虫の一科である。サンダラスニジェールユーとメス比較的大型のカブトムシで、日本産のものは10の20ミリメートル程度の体長を有する。体型は細長くて頑丈で、背面には毛が多い。触覚は、各節から突出した、細長い突起があるためにクシ状、または、虚子状になる。また触覚は、頭部の流起の上から出る。 全境聖太の後ろの円は細かな巨子状になる。不和紙では形節の外側の円に四条の突起がある。武士はその仮面に膜状の洋変があり、爪看板は大きくて指紋がある。生活指等は不明な点が多いが、北アメリカ産の種ではセミの幼虫に寄生するものが知られている。かつては胸赤くしヒゲムシホリトウザルニポニカなども本家に含まれていたが、 これは現在では、細くしひげ虫かカリアヒポデーに分けられた。現在ではこれらは、類縁が近くないものとされ、黒沢田編長 A では、本家は、長船型虫浄化ダサロイデアに、この戸川、長花のみだまし状化アティマトピデアに置かれている。ただし単に、くしひげ虫という時にはこの両者をまとめる場合もある。現在では本家には、温帯から熱帯域に、 少数の種が含まれる。日本からは、クチキクシヒゲムシサンダラスセグニーズが北海道から九州まで同族の2種が南西諸島から知られているのみである。以下、種として、黒沢田編著 A、P174 百、黒沢田編著 B、p 三十八例えば、中根ほか P157、黒沢田編著 B、p 三十八ありがとうございます。